ひろゆきさんは精神科と精神科の薬についてどう思いますか母親が双極性障害を20年患ってるんですが、自分が見てて脅威像になり、自分もうつ病を患ってしまったので、離れて暮らす代わりに弟が母親と一緒に暮らしてもらってるんですが、弟は YouTube の動画でいろいろ勉強してるようなんですが、精神科の薬は製薬会社と精神科の先生が儲けるために薬を出してるから、なるべく薬を減らすという考えも中止です。えー、私は双極は薬とうまく付き合って共存していかないと具合が悪くなってると思います。えっとね、この難しいのは、あの、そういう思惑で、 薬を出す先ですよ。結局そのあのまあえっ、ー、と一応製薬会社自体はあの患者が治った方がいいよねっていうのはあるんですけどただあの患者が治ろうが治る前が利益が上がるよねっていうタイプの薬っていうのももちろん売ってるんですよ。であのその薬バンバン出すと儲かるよねって考える先生もいるんですよ。 なので、その弟さんが言ってる、その精神科の薬は製薬会社と精神科医のためにやってるっていう人もいるんですけど、日本だと少数派だと思います。あの、アメリカだとそのオピニウム系の薬っていう、その、あの、ま、あ痛み止めの薬があるんですけど、ま、基本的にはあの、モルヒネのような成分になっていて、で、飲み続けると、その痛みはなくなるんですけど、まあ、あの、モルヒネって、あの、その、えっと、 ヘロインと同じ材料で、アヘン、モルヒネ、ヘロインって、あの、同じ植物から作られるんですけど、なので、そのヘロイン中毒と同じような状態になっちゃうんですよね。合成オピオイド。すいません。で、その合成オピオイドの薬って、一回飲み始めると、やめんのめちゃめちゃ大変なんですよ。まあ、その要は、アヘン中毒とか、あの、まあ、その、ヘロイン中毒の人が治すの大変っていうのを一緒で、一、ま、回飲み始めると、ずーっと飲み続けるので、精神科の先生って処方するのと、ずーっと薬買ってくれるから、超絶便利なんですよ。 でそのおかげであのアメリカの白人男性の平均寿命も下がってるとかっていうひどい状態になってるんですけどただあのそういうことが現実としてはあるんですよ。で日本の場合一応その合成オピオイド系っていうのが一応処方されないようになってるんですけどただやっぱりその精神科の,あの,その,なんかあの薬とかじゃあその睡眠薬とかってずっと出し続けた方がいいよねって考える先生がいることも事実なんですよ。 ただ本当に治そうと思ってる先生でその双極性障害をある程度マイルドにしないとじゃあその自傷癖がありますとかそのなんかあのやばい考えをしちゃったりとかっていうタイプの人もいるのであのこの薬はちゃんと飲んだ方がいいですよっていう良い先生もいるんですよ。なので世の中には良い人と悪い人がいるように良い先生と悪い先生がいるんですよ。なのでもしその,せんその精神科の先生がなんか儲けてるためにやってるっぽいなって見るのであれば先生変えてください。